マーチン・ローリーとマス・マーティン・ローリーは、イギリスの科学者、ウェスト・ヨークシャー・ブラッドフォードに生まれる。有機化学、水溶液中のイオンの特性を研究した、ヘンリー・アームストロングのもとで科学を学んだ。1896年に、アームストロングの助手になり、1898年、ニトロ・ディ・カンフルの先行性が時間とともに変化することを示し、この現象を変遷行と名付けた。 1906年にウェストミンスタートレーニングカレッジの科学の講師になり、1912年ガイズホスピタルメディカルスクールの科学部長、1913年にロンドンメディカルスクールの科学の教授になった。1914年に王立協会フェローになり、1920年にケンブリッジ大学の物理科学の教授になった。1923年に デンマークのブレンステッドと同時に、小脳の誘導体の先行性に対する酸と塩基の影響の研究から、プロトンの供与、需要による酸と塩基の定義を提出した。ありがとうございます。